ますマクドナルドジッポットワンハンドレット。去年チャートにも入ってきたライムスターの The Choice is Yours 聞いてもらってますけど、ここで素敵なゲストを紹介します。ライムスターの歌丸さん、マミー D さんです。どうもこんにちは。どうもお邪魔いたします。お願いします。どうもどうも、やったー、てっぺくんの番組出れたついに、ね、ついにもう本当に念願ですよ、はい。まあせっかくね、名古屋にね今回来てるんだったら、はい、まあなんか名古屋の俺に挨拶はないのかというと、ああじゃあ挨拶です、はい、無理やりちょっとね、名古屋のドンにもう名古屋で仕事できないですか、てっぺんさんに挨拶しないとよろしいですよ。アルバム出たんだって。あ、出させていただきたい。それではご挨拶をくれて本当申し訳ございません。すいません、もうお送りするのが遅れました。よろしくお願いします。じゃあこのねこの調子で最後まで通していきましょう。行きましょうよ。でもやっぱこういう人っています未だに。いやどうだろう、てっぺくん以外はいないと思います。てっぺさん以外は、てっぺさん、てっぺさんの鉄拳センサーが待ってますんだよこれ、本当にね。はい、でもまあ今夜はアルバムのダーティーサイエンスのリリースを記念したライブ&トークイベントが行われるんですよ、うん、で僕も、司会を務めさせていただく。すいません、てっぺさん、本当そんな本当すいません、もういいって、もういいか、いいか、これいいか、これいいか。はい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 、後ほどもよろしく、はい、よろしくお願いします。お願いします。あれ、ちなみに今日ははい、仁さんは DJ ズンが、はい、なんか熱出かけに熱が出ちゃったみたいな、はい、なんかや保育園児みたいなこと言い出してる。そう、なんか多分来たくなかったんだよ。違うでしょ。あのね、インフルかなと思ったんですよ。俺先週ぐらいインフルエンザかかってて、でそのあと DJ ジンのうちもですね、家族中結構インフルエンザかかってるから、違うらしいんで、後ほどライブには間に合うそうなんですけど、ということでちょっと楽しみにしててくださいよ。はい、はい、ちなみに名古屋はいつぶりぐらいですか。前のツアーで来てだから2年ぶりぐらいですか。てっぺさんと、てっぺ先生と、てっぺさんと夜飲みに連れてっていただいた、はい、ご一緒させていただいた、あの場以来だと思うんだけど、あの場以来だと思います、本当に。自分で始めたんじゃないか。いやでもそんぐらいだから、お、すいません、ちょっとクイズの時間になっちゃいました。クイズなの、スマイルタイム。じゃあここに、一緒にいて、答えが分かっても2人言わないでください。はいはいはい、今から音楽を使ったクイズを出題します。正解が分かった方はこの後発表する電話番号にお電話ください。見事正解されたジッピーには5000円分のマックカードと手付けシーズン6てっぺいオカッパージョンをプレゼントします。なんだそれ。これねすごいんですよ、消しゴムなんですよ。消しで金消しゴム気になったから聞いちゃった。原型がもう分かんなくなっちゃうでしょ。おかっぱの髪型をしてる僕の写真がついてるから、おかっぱバージョンだったんだけど、もうそれが言いにくいからおかっぱバージョン。写真なの、写真がついてる。写真が帰りに1個ずつ。ああ、はい、ありがとうございます。欲しいか分かんないけど、で一緒に答えをね考えてください。答えは言わないでください。じゃあ、今日1回目のスマイルタイム、問題は多重録音クイズ。今からある超大物アーティストのヒット曲7曲のサビ部分を多重録音で流します。そのある超大物アーティストとは誰でしょうか。アーティスト名を答えください。それではいきます、多重録音クイズ。わかんねえな。本当にわかんないですか。おお、いや全然わかんないっす。これ難しいね。今日でも結構難しい方だね。ああそうですか。じゃあ正解が分かった方は052-290-0711、 052-290-0711 まで電話してください。間違い電話気をつけてください。でこれで、ジッピーのみんなから電話かけて、うんうん、で答えてもらう、はいはい、これでもいやちょっとすごいアバンギャルドな。いや洋楽ですか。そういうヒントも一切ないんですか。はい、じゃあ、はい、もしもし。もしもし、どうも、てっぺいです。お名前は。あ、ゆうすけです。ゆうすけさん、答えをどうぞ。マイケル・ジャクソン。お、はい、おー、すげー。まあ、ちょっと高音の声のところが拾えてたら解けたかなっていう。すげーな。ゆうすけさん、はい、いい耳してんの。ゆうすけさん、おめでとうございます。すごい、ありがとうございます。はい、ゆうすけさんは今何歳ですか。18です。18歳。18。じゃあもうバレンタインデーがもうウキウキしてる感じの。いやどうなんすか、今日のホットクエスチョンというので、ね、皆さんの声を聞いてるんですけど、はい、バレンタインデーでいいことありましたかっていうのを今日聞いてるんですよね、はい、今時やっぱバレンタインなんか盛り上がるんでんですか。18歳ぐらいだとどうなんすか。40歳になると関係ねえんだバレンタインデーは。盛り上がってる。18。そうですね、なんか例えば部活とかで、うん、
何かあるのかなとか。あの驚愕っていうかそういうような環境なんですか。そうです。ああ、これは熾烈ですよ。え、何部なの、何部なの。あ、ちょっと変な部活なんですけど、フライングディスク。おお、フライングディスク。いや、フリスビーみたいなやつだよね。はい、あ、そんな部活なの。どっちのタイプ、あのなんかゴルフみたいなスタイルでやる方、それともなんかこうパスしたりとかしてさ。あ、パスする方です。あ、っていうか俺の前のマネージャー、それの日本代表だった。マジで。へえ、あ、そう。藤井ってやつ。すごい、うん、狭いとこ入ってるな。話題性がどんどん狭い。藤井、藤井、藤井知ってる、藤井。さすがに知らねえな。でもすげえ。はい、じゃあゆうすけくん、いいバレンタインが来るといいですね。はい、チョコが、チョコがビューンと飛んできて、はい、パスしてパスしてパスしてグサーッと頭に。じゃあどうしましょう、ダブルチャンスの方はいきますか、ゆうすけさん。いや、あ、どうしよう、今日簡単だよって今スタッフが。じゃあやります。はい、あ、じゃあ誘導してるじゃないですか。それでは、鉄消しダブルチャンスの方に行くということで、はい、鉄消しダブルチャンスはですね、うん、これはダブルチャンスになるとどうなる、鉄消し普通は1個なんですよ、はいはい、なんですけど、あの失敗したら鉄消しがなし、なし、それで、成功したら、鉄消しが、もう1個、もらえる。あんまりあんまりお得感がないんですけど、リスクがある割に。そうなんです、はいはいはい、1個でいいと思うんですけどね。鉄消しってそもそもそんなに欲しいもん。みんちょっとジッピーの皆さんはこれは、うん、ジッピーの推薦の、うん、本当ですよ。もう名古屋でそれぶら下げてりゃモテモテなんですよ。まだぶら下げてりゃ。はい、今出題したクイズの正解アーティスト、マイケル・ジャクソンに関するクイズです。マイケルの代名詞でもあるムーンウォーク、ではマイケルが初めてムーンウォークを披露した時に歌っていた曲は。お、はあ、これ難しいかもね、18歳は。あ、18歳にはね、うん、3択です、うん、1スリラー、2バッド、3ビリージーン。もうこれ完全わかんないでしょ、ゆうすけくん。わかんない。わかんないですね。じゃあこれさ、あれしなよ、ライフライナー使いなよ。じゃあ、え、そんなあんの？あるんですよ。その決まりがあるの？うんうんうん。これはもうお二人のどっちかを、うん、D さんか歌丸さんを指名して答えてもらうっていう。うん、あ、これはもう大丈夫だ。うん。俺がもう今動きしてますから、ね。あ、本当だ本当だ。これは硬いから。っつってやってますから。どっちにします？今やってますから。はい。あ、どうしよう。歌丸さんがサングラスをかけていて、髪の毛がツルツルしてる方。見た目はいいだろ。見た目はいい。あんまり関係ない。歌丸さんか D さん、どっちにしましょう。はい、じゃあ歌丸さん。はいはい、歌丸さんで。あ、私が何、答えてください。答えちゃっていいの。3択です。スリラー、はい、バッド、ビリージーン、どれでしょう。いきますよ、これビリージーン。正解。やったー、やったー、よかったねー。本当よかったね。はい、これね、なんだっけ、モータウン何周年記念ライブみたいなやつでしたよね、確かね。うん、これはもうどっちにね、ライフライン頼んでも大丈夫だ、うん、そうですよ。だからもう2個もらえるんですよ。はい、2枚使いですよ。手付け紙2個と、マックカード5000円分を差し上げますんで、はい、はい、楽しみに待っててください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございました。おめでとう、バイバイ。いや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 、18歳ででもよくマイケル・ジャクソンよく知ってますよね。そうだよね。そうだよね。うん、そういうことですよ。まあよかったね、2個ね。ね、よかった。2倍モテモテですよね。あれ、それ手付けしじゃない？でもでも、学校持ってたら先生に、うん、手付けしって言われた人がいるとか。あ、マジで？ほんと？結構もう。あ、へぇ、差し前にはもう学校に手付けし持ち込み禁止になってたからね、これね。授業に集中できないから、ね。そうそうそう、ここにも鉄壁の顔あるとね。なんか、なんか不謹慎な気持ちが思い上がる。ねえ、ということですから。はい、はい、はい。でも、ここから、ニューアルバムの、ダーティーサイエンス。ぼちぼち、そんな話もしますかね。はい。うん、していきたいなと思うんですけど、ね、うん、まずアルバムを、聞かせていただきまして、おお、どうですか。もう何でしょうね、僕からするとやっぱりいつでもいつも年上じゃないですか、2人って。まあまあ変わることはないけど、追い越しはしないよね。だから、なんか、ちょっともうなんかおっさんの小言うるせえなって思う部分、ね、はいはい、あとはそれでもやっぱりヒップホップを通じて同じ時代を生きてるから、はいはい、はい、なんかこう一緒にサバイブしてるなーっていう気持ちになれるところとか。もう今おっさんだからね、自分もね。もう出会った頃のキラキラした若者感はもうね、そうだよね、だいぶないですよ。そうですね、もう汚い感じになってきました。自覚あるかどうかわかりませんけど。
そうそう、匂いもカレー、カレー臭、そうでしょ、そうなんでしょ、スタッフにこの部屋に入ってくるときなんか匂いするって言ったら、うん、なんかすごい匂いしてますよ、すごいまで言われるとちょっとあれだけど、だからごめんねって。いやでもてっぺくんすごいわ、おっさんの小言うるせえなって、これはなかなかね、言われないよ、悪いとこで、なんかまだ自分子供サイドにいるって思っちゃってるところなんで、まあね、そりゃのねながるを分泌してるんだよ、そりゃダメだよ、ダメですよね。まあでもさ、あのゲームやったり好きな映画見たりして、そういうところは俺だって同じですけどね、まあ、まあ それはね、はい、まあまあ、なんかだからなんかそういう風に聞いていくと、うんうん、なんかこういろいろなそういうなんかこう要素をアルバムの中でこう、だからその時にはそれを思うんですよ、うんうん、でもまた曲が変わってその時にはあそうだよなとかね、しみりしたりね、なんかすごくあの何度も何度も回して聞きたくなって、うんうん、昨日の夜とかもずっと聞いたんですけど、あそう本当にね、はい、まあまあまあ、それこそ鉄平くんがですよ、さらに僕らの年に追いついた頃にさ、うんうん、あこういうことかっていうふうにね、分かる部分もあるやもしれませんよ、うん、演歌かっていういや演歌だよ、演歌もあります、演歌要素もやっぱり、うんうん、ちょっと遠い目しちゃってるところとかさ、なんかさ、時間が経つのってさ、こんなに儚く早いものなのかなとかさ、だっててっぺくんと知り合ってもう14年とかだからね、そうですよね、うん、だからそう考えると時の移り変わりね、まあてっぺくんがあまりにも変わってない問題ってなるけど、まあ そうね、うん、それもまあいつかまた話し合わなきゃいけない、その問題、てっぺくんが変わらなすぎる問題についてはね、これ社会問題、日本が抱える負の遺産の一つ負の遺産自民党政権からの負の遺産の一つでございますよね、はい、あのアルバム制作に入ったのはいつ頃からだったんですか、今回は。ね、一番最初の話し合いをしたのは、はい、結構本当2年前ぐらいの、うん、割と震災生々しい時期に話を始めたんだけど、制作に入ったのは去年ですね、去年、3月ぐらいかな、うんうんうん、そんな感じ、そんなぐらい。今回は制作する前に例えばこういうテーマにしようとか、その全体の色みたいなものを話し合ってから作ったとかっていうことはあったんですか。最初のその飲みながら話そうかみたいな時に、うんうん、最近何気になってるとかさ、うんうん、なんかそんな話をしてたような気がするな、うん、なんか今世の中に対してね、おっさんの小言を発するとかいやでもさ、おっさんの小言も考えてんのよ、そのバランスとしてここまでなら言えるみたいなさ、こっから先はうるせえよだし、こっから先は俺らのそのおこがましくて言えないとかさ、そういうこととかもあるし、なんかそれを煮詰めるのにね、結局話し合いから1年ぐらいはかかったかもしれないけど、でもそこのなんかまあさじ加減というかバランス感というか、もうなんか絶妙すぎるぐらい絶妙な、そうなのかね、だってもういいやってブチって止めたとこはなかったっすもん、ここまで言うのすごい、確かにそういうこともあるんだろうけど、そんなこと言わないからね、ちょっと待って、そこ一ピュアな聞き手として聞いたとき、まあでもそういうことあるよね、当然一リスナーとしてはありますよ、それは、うん、さすがですかね、このね、あのオブラートに包まない感じハードコアに切り込んでくる感じが素敵ですよね。いやでもまあ頑張って作ってるんでね、ちょっとまあ食わず嫌いせずに聞いていただけると嬉しいですよね、うん、という感じかな、プロデュースしている曲が結構いろいろな方がプロデュースしてたりとかっていうのがするじゃないですか、はいはい、どういう基準で今回は選んでいったんですか。今回はね、自分たちの好きなヒップホップ好き放題やっちまえっていう、うん、ちょっと半ば諦めにも似た不思議な気持ちの中作っていったので、なんつうの、俺らが好きだった結構ワイルドなヒップホップっていうか、うん、まあローファイでちょっと音悪かったりするんだけど、うん、結構その原始的なっていうかさ、うんうん、そういうのをやるにはじゃあ誰に頼もうかってとこから始まったので、それの2013年アップデートバージョンを、うん、構築できる人っていうのは、うん、単に古臭いわけじゃなくて、その感じを今フレッシュに響かせられる人誰かってんで並べた人選ですね。だからやっぱイジットツボにしかり、みたいなね、そういうマキザマジックしかり、ビブラムしかりっていうあたりで、うん、やらせていただいたりね、うん、でもなんかこうほらなんかさ、昔は良かったみたいにさだけになっちゃったらさ、うん、なんかそれはそれでなんか悲しいじゃないですか。そんなことはね、もう全然言ってなくて、うんうん、なんかそのちょうどそのさっきの諦めって言ったのは、うん、もうそのモードみたいなものがさ、うんうんうん、その音楽のある形態がモードなんじゃなくて、うん、例えばその90年代80年代ヒップホップ風を、うん、きっちり今のサイズに噛んでミックスすると、うん、今の音楽になるみたいな、うん、それが今のモード感だろう。例えば服装でさ、うん、ズボンが太い細いで例えばモードとかねえじゃん。別に何着たって今っぽくもなるし、うん、何着たってちょっとしたサイズ感で、あなんかダセーなって感じだったりするじゃない、うん、だからそっちの方が今っぽいよねっていうような、うん、だから自分たちの好きなことを今風のモードで突き抜けた方が絶対にかっこいいっていうような、うん、
白紙でやったって感じなの、うん、だから全然あのね開口趣味ではにはなんないようにって一番実は、うん、気を使ったあたりですね、そしてまああの言葉の数々がもうあの僕は本当あの D さんのあのドサンピンブルースとかの、うん、あのなんていうの、 あの古いっていうかさ、うん、時代を感じさせるような、うん、時代劇的な踏み回しがすごい俺好きで、うん、時代よってなんか時代よっていうかまあそのなんだろう、まあ、昔の日本を昔の日本っていう感じ、ああ、うん、まあねあのね中身がね武士みたいな、うん、ねメタファーで全部歌ってるからね、うん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 、そうで最後のねアコードよっていう、うん、表を上げようっていう、うんうん、なんか終わり方とかもなんかすごいこう、うん、希望だったりとかメッセージだったりというところで、うん、なんかこうズーンってくるようなものがあって、あ本当、うん、うんうんうん、テペ君昔マニアでもあるんだっけそういう時代マニア、あ僕はあの時代系結構大好きで時代、うん、ドイツ軍時代まあまあ時代劇とかも好きだし第二次世界大戦も好きだし、はいはい、でも結構なかなかあ本当、ね、あじゃあバッチリだね、うんはい、ど真ん中だねじゃあ、うんうん、ありがとうございます。あとあのスクリームの音も、あスクリームの音、うん、めっちゃこれね、うん、あの好きな人すごい好きみたいだよ、うんうん、音がピーっていう、いやもちろんあの歌詞もすごいいいんですけど、まず音がなんかこうちょっとここで色が変わるっていうか、そうだね、うんうん、まああれはあの結構あのねあのサンプリングしたねピー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 言ってる耳障りな音が、うん、あの面白くループされてんだけど、あのうん90年代初頭とかのヒップホップが好きな人は、うん、ああいう影響があるのかなとかさ、うん、あの辺の感じが似合うな、ちょっとピンとくるからね、うん、まあ、サイプレスヒルとかさ、うん、そういうのがなんか伝わるんじゃないかなと思って、うんうん、はいはい、あとまあ歌さんのあのロイサイダーの下りとかこうピンポイントだな、うん、上手のね、俺はわかるけど、そうそう、18歳の子ロイサイダーって、いやいやでもそれはさ、だからこれ見て、あ上手ってあそういう映画あんだって言って見ていただければいいかなというね、やっぱ下手なヒーローだからさ、うん、そこがやっぱいいじゃないですか、あ確かに、うん、あの所長がさ、うん、ブロディ所長ですよ、うん、そこかい俺が聞いてても何の話してんのか全然わかんない、でも上手は見たことがね、あの別に見てくださいよ、18だろうとなんだと、ジョーズはもう面白いですから、うん、スピルバーグね、よろしくお願いしますよ、はい、本当にまあでもあんまりね、あのこういうコアなね話をどん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 していくと、うんうん、今日の夜話すことがなくなっていくんで、あまあ全然大丈夫、ね、もう今日はね夜どっぷり、うん、はい、まあまああのでももうね、そのなんかその通りっぺんのアルバムトークなんかはね、そう雑誌で出てたりするし、それじゃない方がいいの、今面白いこと聞くなと思いましたもんね、うん、うん、さあ違うなただまあ、うん、リスナーには、うん、あのちょっと小言が多く、あとね、ロイシャイダー、ええっていうぐらいしか伝わってないかもしれない。そうしたら大変だから。そうですね。まあそういう要素もありますけどね。うん。まあでもこれは鉄平くん愛ですから、うん。まあでも面白いと思いますよ。じゃ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うん、そして、来月からニューアルバムのダーティーサイエンスを引っ提げて、全国ツアーの方も。はい。始まります。そうなんですよ。はい、キングオブステージボリューム10、うん、ダーティーサイエンスリリースツアー2013、うん、これ名古屋公演が、3月の27日、名前が難しいところなんですけど、うん、日本特殊東京市民会館ビレッジホールというか、かっこいいよね、特殊東京って思うね、東これね、なんか陶器でできてるのかね、理由は陶器じゃないと思いますけどでもこのね、特殊東京っていうのはね、なんかね、なんかこう、合体とかするのかなみたいな、いや違うんじゃないの、巨大ロボこのビル合体するのかなみたいなね、ぐらいの感じで、うん、はい、今回ね、ちょっとね、席付きのホールツアー、多分ここならそうだと思うんだけど、はい、ちょっとたっぷりいつも僕らじっくりやるからライブを、じっくりたっぷり見れるように、こんな会場でやりますんで、ぜひね、はい、面白いと思いますよ、はい、ヒップホップのライブ怖いと思ってる人はね、もう涙出るほど笑わせてやるからはい、もう下手なお笑いライブより笑わせてやるからマジで消える、笑わせに行くんだ、うん、私はでもそこも間違いないじゃないですか、それも間違いない要素で、今日はちょっと俺らの中の偏った要素ばっかりアピールしてますけど、そうですね、まあでもそれもあるからさ、まあ日曜日のお昼だってこともあるんで、今日は夜、まあね、面白い方がいいもんね、そう面白いっていうのはいろいろあってさ、うん、ゲラゲラってのもあるし、興味深いインタレスティングもあるじゃないですか、その両方入ってますから、その両方の面白いライブっていうことですよ、でだその5期だけで持っていくときは怪しいときだ、うん、5期だけで、ね、でも何のニュアンスも伝わっていないっていうね、話を終わる気だけが伝わっているよ、ね、ことでございますね、じゃあそろそろ、お時間の方が来てしまいましたので、はいはいはい、最後にラジオの前の皆さんに
メッサーゲの方。メッサーゲ。ドイツ呼びですか、これは。はい、メッサーゲです。はい、メッサーゲ。まあ、いろいろ聞いてみてくださいよ。今は、例えば公式、YouTube とかで、とりあえず試し聞きとかもいろいろできるんで、その上で、説教臭さ、説教もね、あ、いい感じの説教だぞ、なんて思っていただければ、もうね、あとグルーブとね、感じていただければ。チェックしてみてくださいってことですかね。そうですね。そしてZIPFM これから曲かけますから、うん、これからちょっと視聴していただいて視聴だろ視聴していただいて視聴ね、気に入っていただいたら視聴タイムよろしく。でもできればライブ来ていただくと一番もう最高だと思います。そうですね、はい、一番わかりやすいと思います。はいはい、はい、ってことではニューアルバムダーティーサイエンスから1曲いきましょう。曲紹介の方お願いします。はい、じゃあライムスターで夢の島。